現実況劇団鳥のすめ。どうもー、鳥の爪団総統です。今回もレッツゴーポッポ続きの方やっていきたいと思います。前回のラストはチャンピオンロードのところで終わったんですけども、そのチャンピオンロードも無事通り抜けることができました。でそのチャンピオンロードを戦い抜く中で私は何かを察してしまった。ちょっと手持ち一回見ていきましょう。ポタロポッポがですね、もうレベル99になったんですけども、覚醒値の方も全てマックスにしたんですね。その結果、あれポッポ一匹で四天王クリアできんじゃねと。なんかそういうものをね感じてしまったんですよね、この戦いの中で。で、今回なんですけども、ポッポ一匹でちょっと四天王挑戦してみたいと思います。まあもしダメだったら別のメンバーを引き連れて普通に、鳥ポケモン縛りとして、四天王に挑んでいきたいんですけども、ステータスこんな感じになっております。覚醒値が全てマックスになっているので、攻撃が335で素早さも345ということで、基本的に先制して空元気か翼で打つを打っていけば、まあ大体ワンパン取れんじゃないかなって気がします。で、戦いの中でおそらく100レベになるでしょう。入り口の方に向かっていきましょうか。なんかライバルとかと戦闘とかなんのかな。あ、着いたね。いやすごいな、この 3D で見るとやっぱ迫力が違うね。なんか過去の感動をもう一度思い出す感じがあるわ、やっぱり。イーブイ、相変わらず頭にリグダー生えてますけども。ニーナと一緒にポケモンリーグを見上げた。いや、いよいよ来たね。おい、どうした？行くよ、頑張ろう、頼んだよ、逃がすよはないのかな、選択肢として。頑張ろう。まあ、ニーナは頑張る要素ないんだけどね。頭の上でね、うん、荷物となるだけです。さあ石英高原、ということで手持ちポケモンの方がポタロー1匹になりました。北京ダックや、カモナンバン、バッサーとかね、サラダチキンとか、軟骨とか、今まで活躍してくれたポケモンも全て預けてきました。で、アイテムはですね、ありにしたいと思います。まあ、ただ、ポタローが瀕死になった段階で、その時点で試合が終了してしまうので、まあ、瀕死にならないように立ち回っていくっていうのがもう必須になってきますよね。どうなるのかわかりませんけども、ちょっとやっていきましょう。さあ、じゃあ行くぞ。入るぞ。やべえ。ちょっと緊張するな。うわ、かっこいい。ラプラスに乗ってる。うわ、こんな感じなんだ。カンナ、ポケモンリーグへようこそ。あら、やっと来たのね。遅いじゃない。改めて名乗るわ。私が四天王のカンナ。氷ポケモン使わせたら右に出る者はいないわ。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあなたのポケモン全然動けないんだから。じゃあ、覚悟はいいかしら？うわー、インテリジェンス。ということで、カンナ戦やっていきましょう。氷タイプ非常に相性は悪いんですけども、基本的にこちらが先制取れると思うんで、一発耐えられない限りは全部ワンパンでいけるんじゃないでしょうか。しっかり体力も回復した状態のポタロー、さあ行くぞ。さあ相手のポケモン51レベル、ワンパンは取れるのかどうかがね、やっぱり。うわ、氷の爪、うわマジか、抜群だが全然効かない、全然効かない。これが99レベル、覚醒したポタローの耐久値。一瞬ヒヤッとしたかなと思いきやのこれよ。さあルージュラ出してくる。この調子ならいけるだろう。さあルージュラ、ここがね一番鬼門になる可能性すらあったので、まあまあまあ等倍取れるっていうのがやっぱいいですよね。オッケーオッケーオッケー、十分十分。さあルージュラもダウン、どんどんぶっ倒していこうぜ。さあ次はラプラス、相手の切り札みたいなもんじゃないの。ただラプラスの耐久値がどの程度あるのか、まずは空元気、様子見の一発。あー、もう様子見で倒していく。耐えられない限りはもう食らうことないでしょうね。先制のね氷の粒手ですらあれだったから。さあパルシェン、ここちょっと耐久値が、防御力が高いポケモンが出てきたので、エアスラッシュかな。ポタローの性格はわんぱくなので特攻は下がってるんですけども、それでも結構高いのでエアスラで行ってみましょう。オッケー、いいよ。特防は低いからね、パルシェンはね。さあさあさあ、あと何体かな。ヤドラン、さあヤドランも物理耐久が非常にあるポケモン。これでラストのポケモンか。オッケーオッケー、どうしようかな、もう一回エアスラッシュ打ってみようか。ちょっと耐えられると厄介だけども、あー当たらない、マジか。最高記念数
掛け声合わせて避けていく。これよ、もう相棒ですからね、やっぱり。そう簡単にはね、技を受けないっていう。オッケー、さあ1人目カンナ余裕の表情で倒していく。なんてことなのでしょうね。ポッポ1匹で突破されるっていう経験もないでしょうからね。ここまで強くなったの分かった、次の部屋に進むといいわ。だけどポケモンリーグの真のパワーはまだまだ、こんなものじゃないわよ。オッケー、ということでカンナ戦無事勝利することができました。実質食らったの氷のつぶての一発だけだね。さあ続いて芝、これはもう本当にいいかも。人もポケモンも戦い、鍛えればどこまでも強くなる。俺はそんな鍛え抜かれた格闘ポケモンたちと共に生きてきた。そしてこれからもな。相当と言ったな、俺たちのスーパーパワーを受けてみるがいい。うーはー、来たー。懐かしい、ちょっと興奮するね。さあ四天王の芝が勝負を仕掛けてきた。さあまず芝イワークを出してくる。なるほど、物理耐久高め。ただここは今一つだけどエアスラッシュかな。防御のがやっぱ基本高いやつだからエアスラッシュの方が入りそうな気がするんだよな。打っていこう。さっきみたいにねエアスラッシュが外れたりするとちょっと怖いですけども、はいワンパン。今一つだろうと関係ないぜ。さあ経験値をもらっていく。さあそして沢村、 OK、 こっからは翼で打つが無双タイムに入るでしょう。 OK、 翼で打つ。 OK、 OKOK、 余裕だね。エビワラ OK、 いいね、これも翼で打つで倒せるでしょう。まあ、芝戦が一番楽かな。うーん、やっぱ飛行タイプなんで。相手は残り3匹、こいつを倒して残り2匹と。 OK、 余裕の表情で倒していく。鍛え抜いたんじゃないの芝。その程度か、俺のポッポの前になすすべもないと。さあ翼で打つをぶちかましていけ。いけポタロ、そりゃ OK。 カイリキをワンパンしていく、いいね。さあラストの1匹かな、ニョロボン。なるほど、ちょっとね水タイプも含んでるから普通に戦ったらちょっと厄介なねタイプかもしれないですけども、そんなものは関係ない、抜群を取っていく。 OK、 冷凍パンチとかね覚えてそうだけども、一発で倒しちゃえば怖くない。 OK、 芝戦倒していく。えぐいな、ポッポえぐいな。負けちまったら俺たちの出番は終了だ、終わりだと。さあ次へ行ってくれ。さあ3人目はキクコかな、多分そうだよね。うわそうだ、ゴーストタイプだからノーマルタイプの技通じませんね。ちょっと話しかけていきましょう。うわ久しぶりだな、私は四天王のキクコ。あんた大木戸のじじいにかわいがられてんだって。じじい昔は強くていい男だった、今じゃ見る影もないがね。ポケモン図鑑作っとるようじゃダメだ。ダメなんだ、ポケモンは戦わせるもんさ。ソト、あんたにも本当の戦いってもんを教えてやる。あーいいね。懐かしいな、キクコとかだいぶ久々に見た気がするわ。さあアーボック、なるほど毒も使ってくるか。さあでもじゃあゴーストタイプじゃないやつには普通に空元気打ってきゃいいかな。まあ一撃で倒せるでしょう。オッケーオッケーオッケー。このピカブイはね特性がないのがいいですよね。威嚇とかあるとちょっと厄介ですけども、ないからありがたい。あ、キクコってもしかして毒の四天王だったっけ。てっきりあれだわ、ゴーストの四天王だと思ってたけど。さあさあさあ、空元気耐える、10万ボルトしかも、嘘だろ。そっか物理耐久結構高いもんなーつって。10万ボルト食らってこれってやばくない。さあ電光石火打っていきましょう。あ、よかった回復はしてこないね。よし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 、ちょっと焦ったけども、一瞬ヒヤッとしたけどもそんなこともなかった。さあゲンガー出してくる。こっからは翼で打つかな。またドガラスに耐えられた時は一瞬ねびっくりしたけども、さあ翼で打つでゲンガーも倒していく。いいねいいね、ゲンガーかわいいね、ゲンガー好きだな。さあそしてもう一匹ゲンガー、
同じことの繰り返しですね。何にも怖くない。さあ翼で撃つでゲンガーを一撃で沈ませていく。四天王こんなにサクサク倒すと思わなかったな。まあね、前回の榊戦とかもそうだったしね。さあゴルバット、やっぱ毒タイプなんだね。で、どうしようかな。空元気でいいかな。さあ空元気ぶちかましていく。はい、オッケー、倒す。そんなもんかい。ほほー、大したもんだよ。いいね、相当早いよ。あんたの勝ちだ。ジジイが目をつけるだけのことはある。もうこれ以上私が言うことはない。次の部屋に進みな。中古って、じゃあ3人目キクコをクリアしたんで4人目の渡る戦に挑んでいきましょう。うわ、カイリュウもういるの。カイリュウ話しかけてみよう。カイリュウマントまさかの、え、なに、渡るのマントに対してツッコミを入れてんの。マントって言うと思わなかったな。そうか、君がそうと。俺はドラゴン使いの渡る、四天王の大将だ。体も丈夫だし小手先の攻撃も無駄さ。おー、存在感あるね。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾を巻いて帰るかい。そうと。おー、まあでも尻尾を巻いて帰るのはどっちかっていうのを教えてやろうじゃないか。さあ四天王の渡るとの勝負やっていきましょう。まずはシードラ、まあ後のキングドラだもんね、確かに。さあポタローでいきましょう。てかポタローしかいないけども、回復すら必要ないっていうね。から元気かな。ぶちかましてけ。オッケー、シードルダウン。カイリュウって耐えるのかな。プテラか。うわ、ちょっとプテラ厄介だな。こ、今一つなんだよな。うわー、迷うとこですけども、まあでもから元気かな。から元気打って、うわ、耐えられたか。さあ岩なだれ、これ抜群だが掛け声を合わせて避けていく。避ける率高、相棒すぎる。さあから元気もう一発ぶちかまして、これでプテラもダウン。オッケー、結局ねワンパンしたようなもんですからねこれね。さあ四天王の渡るはギャラドスを繰り出してくる。いやー、存在感あるね、かっこいいねギャラドスも。ただその程度のポケモンじゃもう俺には勝てないぜ。さあから元気、あーいいね、褒めてもらおうと急所に当てていくポタロー、けなげですよ。さあ次はリザードン。おお、なるほど、リザードン出してくるんだ。どうしようかな、ここもから元気でいくか迷うとこですけども、次がでももうラストだもんな。じゃあまあいいや、から元気使おう。 PP 的にもまあ10あればこれで使って9になってもまだ大丈夫でしょう。オッケー、リザードンダウン。さあそして海流がやってくると。オッケー、ワンパン。海流ワンパンか、やべえな。悔しいが君のポケモンの腕は本物だ。いいね、渡るも思わず拍手するレベルのポッポ。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。そうと、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいとこだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーは、え、大木戸って思うじゃん。違うよね多分ね。やあやあ、そうと、渡るくんに勝利おめでとう。なんじゃそんなに驚いて。いやー、タイミングが良すぎたようです。そうと、君が戦うのは大木戸博士ではなくツンデレだ。彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。うん、今や彼こそポケモンリーグ真のチャンピオンなのだ。その通り、これまでは四天王全てに勝ったトレーナーをチャンピオンとして記録していただけだった。だがこの度チャンピオンを正式にポケモンリーグに置くことになったんじゃ。博士は新しいチャンピオンの誕生を見届けるためにいらっしゃった。ロケット団の事件を、解決したソートやツンデレならふさわしいだろう。さあ向かうがいい、決戦の舞台へ。あ、カイルかわいい。いやでも回復もなしでいったろ、じゃあここまで来たら。回復もなしのポッポで全てをなぎ倒していこう。わ、かっこいい、ツンデレっぽい。
うわ、でも笑顔はキュート。いいね。よかった。来てくれたのが外で。俺、四天王に勝ってチャンピオンになったんだぜ。博士の話聞いただろ？チャンピオンはこれからポケモンリーグでたくさんのトレーナーと戦うことになるんだ。初めての相手が相当でよかった。俺のこれまでの全てを一番ぶつけたいトレーナーだもんな。チャンピオンの座をかけて勝負だ相当。いいね。まあやっぱこいつになるわな。ただお前に怖い要素ねえんだわ。さあ行くぞ。チャンピオンのツンデレが勝負を仕掛けてきた。いいね。共に旅をしてきた仲ですからね。さあピジョット、さあお前のピジョットより俺のポッポの方が強えってとこを見せてやるぜ。行くぜポタロー。ラストバトルだ。相手56レベルね。結構高いね。さあから元気ぶちかまして一気。あ、キーストーンが反応。メガピジョットか。うわかっこいい。すげえ。相手のピジョットはメガ進化した。ただ進化しただけで終わるぞそれ。はい。かわいそすぎるだろ。メガピジョットなっただけ怖っ。さあライチュウ、うん、ここはちょっと厄介なポケモンではあるけども、ライチュウ耐久値全然ないポケモンなんで、先生のから元気で一撃だろうな。オッケー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 。いいよ。相手もねツンデレがこう掛け声を合わせて避けてきたとかなってくると非常に厄介だけども、そういうのないもんね。さあギャロップ、なるほど、かっこいいね。スタイリッシュなポケモンばっかりだが、俺のポッポのがスタイリッシュだぜ。行くぜから元気。オッケー。もうワンパターンで倒せてるもんな。もうただから元気を打っていくだけの作業。さあラフレシア、あーいいね、かっこいいね。ただそれも翼で打つで一撃だろうな。抜群だぜ。オッケー、やったね。ラフレシアダウン。さあポッポの経験値もだいぶ溜まってきましたよね。あとちょっとで100レベルだけども、ギリギリ100にならないかな。最後のポケモン倒して100とかになったら最高なんだけど。さあヤドラン、非常に耐久値が高いポケモン。ここはエアスラッシュでいきましょう。防御の方が高いだろうからね。オッケーオッケーオッケー。メガヤドランとかになるかなとか思ってちょっと焦ったけども大丈夫でした。さあここでガラガラ、あ来たね。いいよ、相棒だもんね。ガラガラ最後の一匹に残していくっていくあたりがね、またこうロマンチックですね。さあただそのロマンすらも打ち砕いていくポタロウのから元気。全部ワンパン。オッケー。あー100レベルにはならなかったか。ギリ足りなかった。世界で一番強いトレーナーだと。ありがとう。笑顔なのがいいね、またね。短い展開だったぜ。これからはソウトが新チャンピオンだな。俺の新しい目標ができた。ソウト、とうとうやったな、ポケモンリーグ制覇。心からおめでとう。初めて EV を捕まえてポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べるとたくましくなったな。いやいや、相当大人になった。ツンデレ、最後まで諦めずよくやった。お前の戦い方、ポケモンや相当への優しい気持ちがありすぎて、そのちょっとの隙で負けたのかもしれんな。二人とも素晴らしい勝負じゃった。はい、相当ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことをお前は分かっとるな。ソウトとポケモンの絶妙なコンビネーション、見事だったぞ。それではソウト、わしについてきなさい。いや、ツンデレいいやつ、ずっと最後までいいやつ。ツンがゼロ。わあ懐かしいこの装置。おほん、おめでとうソウト。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーの下で活躍したポケモンたちを永遠に記録して称えるフロアである。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。ソウト、お前は激しい戦いの末リーグチャンピオンとなった。ここにソウトの名前とポケモンたちを記録しよう。タチっていうかポッポだけだけどな。本来ならね、6匹置くところ1匹っていうね。いやすごい余裕でした。殿堂入りおめでとう。来たよ。
ポタロー99レベル。うわ、100になって欲しかったな。そこだけが唯一かな。念取りおめでとう。ね、これね、本当の名前ね、6匹こう順番に紹介していくっていうね、感じなんだけど、1匹で終わり。ということで、レッツゴーポッポ、今回で最終回としたいと思います。もしかしたら、また生放送等で伝説のポケモンの3匹、ファイヤー、フリーザ、サンダーとか捕まえるとかっていうのもあるかもしれないんですけども、基本的には動画ではね、ここで終わりにしたいと思います。長い間、レッツゴーポッポ、ご視聴いただきありがとうございました。またこういう感じでね、任天堂系のゲームとかも、やりたいなって思ったものがあったらやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お、マサラタウンに帰ってきた。音楽がまたいいな。いよいよ野生に帰る。バイバイ。結局戻ってきちゃうのか。めっちゃけなげじゃん。